皆さんこんにちは、沖です。いつもありがとうございます。今週もこの広いお部屋に私一人で録画しておりますので、マスクなしでお届けします。それでは今週のニュースです。私このように散髪しました。それはいい。まだまだ大変な時期が続くんですけども、先日ですね、ちょっとまあ外歩いてる時にパッと空を見上げましたら、このような飛行機雲があったんですね。まあ飛行機って本当久しぶりだなと思って、でもまあちゃんと飛んでるんですよね。まあいずれはね、いつものようにたくさんの飛行機が飛び、まあ海外ともね行き来したり、国内も普通に乗れるようになって日常が戻ってくることをですね期待しつつ、毎日コツコツと、ちょっとずつ進んでいきたいと思っております。続いて緊急事態宣言ですね。いよいよ大阪の方はもう今週解除になると思いますので、土曜日からですね、今日23日の土曜日から、うちも平常通常営業とさせていただこうと思っております。なので夜はまあ10時までですね。でちょっとねまだ解除といっても、まあ諸外国たくさん、まだまだ今がピークぐらいのところもたくさんありますし、まあ油断は禁物ですね。まあこういったですね、この除菌のこういうスプレー、器とか、パイレッシュに使ったりするで、まあ、除菌のスプレーとか、まあこのマスクもですね、まあまあたくさん最近見かけるようになったんですけども、まだまだ足りませんので、まあこういうのが普通に手に入るようになって、みんながマスクなしで歩けるようになればいいんじゃないかなと思うんですけど、まあねそこまでは本当にまだまだ油断しない方がいいと思うんですよね。はい。うちのお店もね、一応まあ今月末ぐらいまでは例のこのカウンターのフィルム、今月末ぐらいまでこのままちょっとやらせていただこうかなと思っております。次は今週のメインニュースです。私ですね、実は昨日か、生まれて初めてオンラインミーティングっていうのを参加させていただいたんですよ。なんかね、最近テレビでもよくやってるじゃないですか。で、どんなんかな、どうやろうなと思ってて、いっぺんやってみたいなと思ってて、昨日ついに実現したんですね。ではちょっとその模様をご覧ください。どうぞ。なんかレコーディングなってます。されて始めました。じゃあ一旦これでよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、2人は入れない。よろしくマスタープロの首が。お願いします。あーすげーな。よろしくお願いします。なんでそんな副挨拶みたいになってるんですか。なんか用意したかったな。少しずらいよ、本人だよ。本人。みんなパソコンですか。パソコンです。パソコン。うちもクワッドだけ違うからあかんねんな。くそー。うちのと年式変わんないって思ったけど、多分一緒なんですよ。一緒で、うん、あー、僕は絵描くために CPU 高いやつ買ったかも。ああ2つあげましょうか。え、うちは6、うち6個あるんで。パソコン6個あるの。え、じゃあ、コキパキである。え、コアが6個なんで。あ、コアが6個。コア分けれるの。コア分けれるか。何言ってるんですか。あげましょう、2個。いや、だからできたらください、じゃあ。はい。後で。後で。後でくれるんか。ありがとうございます。まず乾杯しますか。はい。乾杯。じゃあ、乾杯しましょう。奥さん、どうぞ。いや、どうぞ。どうしようかな。じゃあ、初ミーティングに記念して、景気よく行きたいと思います。乾杯。なんかあんまりタイムラグない感じですか。タイムラグほぼないです、多分。タイム？タイムラグ。うん。飲めません。そうそう。
炭酸抜けてます。美味しい。美味しい。岩下さん、うちどうするんすか、それ。え？水位を高くすれば飲めるんですよ。だから常に補充をすれば飲めるんです。ああ、なるほど。この間飲み会してほぼ飲んじゃったからあとこんだけしかないっす。お疲れ様です。ちょっと出かけます。お、すげえ。ハイパースペース。奥さん、音お願いします。なるほど、やりますね。次、奥さんの番ですよ。何の番せえない。これはあれですね、分からん、何すんの分かんないですよ。奥さんから報告あるでしょ。え、今日なになに、重大報告あるんじゃないですか。マジでなんだ。何にもないっすけど。何かいい。重大報告。ここはあれですね、ちょっと一つ、うちの、そうですね、アンケート取りましょうか。なんだなんだ。みなよしで、一番好きなネタは何ですか？アナゴ。お、アナゴ？マジっすか？うん。おう。まあ、キューちゃん聞かなくても分かるんですけど。なんすか、卵決められん。エクストリームチャガー、チャガー、なに、人は白身が好きです。おお、私も白身好きですね。僕特上チラ好きです。だからな、白身とうなご。うなご、あれは岩下のブラックですよ。うなご、うなご。巻き寿司ですかね。おー、キューちゃん意外となんか古風っすよね。なんか渋い、渋いとこ行きますね。いなりか巻き寿司か。スケロク好きやな。卵か。でも特上チラシ大好きですよ。特上チラシ2500円。あ、これだ、いいね。結構いい値段するな。チラシありがとうございました。これあのね、2500円は無理だからって1500円に下げてもらって、ちょっと量減らしてもらったやつ作ってもらった。そうなんや。うん、ありがとうございます。それもいいな。特上チラシめちゃくちゃうまいよ。マジで頼もうか。多分うなぎが入るところにキュウリもガッサーって入ってたから。ここで値段を安くしてもらってるって分かった。違う違う、なるほど。原価は。でもあれ1500円の予算で作ってくれたやんな。なるほどね。回らないお寿司らしいですね、あの予算伝えといてその通り作ってもらうっていう。キュウちゃんと同じやつ1500円でって言ったら、多分キュウリが増えてた。あの2500円のやつを見てないから本当はどうなのか分かんないんですけど。マジお願いしようか。えらい、もうなんかね、でもこの3人めちゃめちゃお世話になってますよ、本当に。そんな、ありがとう。また行くよ。もうビビったるもんで。え、奥さん日曜忙しいですか？日、いや、どっちかというと土曜日ですかね、今はね。あ、日曜買いに行くか。はい、来週消えた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 。いるよ。すごいですね、このこんなに簡単にクロマキーできるんだっていうのは。ああ、いいなあ。今まで自分動画作ってて必死に抜いてたの何だったんだって思うぐらい簡単だわ。すごいですね、高性能ですね。技術に驚き驚き。ま、以上が今週のニュースです。はい、それではまた、来週お目にかかれば嬉しいなと思います。皆様もどうぞお体お気をつけてお過ごしくださいませ。それではさよなら。